どうも、三宅です。東京九州フェリーで新門司港から横須賀に向かう2日前、スゴロク旅のメンバーが宮崎に集結しました。有名な小倉のチキン南蛮をランチでいただいた後は、15年ぶりなんですけど、みんなでボーリング思うように体は動かないですね。つまずき、ご覧の通り。アップルウォッチはすごい。お恥ずかしいです。翌日、日の出を見た後、朝ごはん。お腹いっぱいになってお部屋でまったりした後は、12時頃でしたかね、2日間お世話になった宮崎のアートホテルさんを後にしました。そしてなぜだかキャンピングカーの中にいます。ゴーゴーまっちゃんの運転する車に仕事仲間の昴生さんと。向かったのは南宮崎駅です。なぜかというとね、またチキン南蛮なんです。小倉金鍋、違うお店なんですよね。昭和32年の味を復活させたっていうことで有名だそうです。私はね、これ100円のチューハイじゃないハイボールに釣られてしまいました。チキン南蛮をつまみに3杯300円いただきました。宮崎で昴生さんとお別れをして、午後2時ごろ向かう先は福岡県の新門司港。休憩をしないで4時間半くらい。まっちゃん、ごめんね。よろしくお願いします。私は酔っ払いだったんで、うとうとしながらだったんで、あっという間だったんですけど、休憩を何度か挟みまして、着いたのは8時過ぎでしたかね。6時間ぐらいの運転、お疲れ様でした。乗船時間は午後11時。出港が11時55分ということで、時間がたくさんありましたので、中をちょっとチェックした後はですね、まっちゃんおすすめのお食事どころ、下関方面に向かいました。道塩、ドライブイン道塩です。まっちゃんがちょっと前の動画で出してましたけどね、ここの貝汁、アサリのお味噌汁がね、ほんと美味しかったです。乗船時間の10分ほど前、10時50分ごろ戻ってまいりました、新門司港に。まっちゃんは車、私は徒歩の乗船なので、ここでまっちゃんとは一度お別れです。ターミナルビルの中に入り、早速乗船します。4階の乗船口入ると、お部屋の通路なんですよね。今までフェリーはだいたい乗船口入るとパブリックスペース、できるかドーンとあって、お部屋は5階だったんですが、エレベーターで向かいました。どのフェリーも吹き抜けはかっこいいですね。今日のお部屋はステートルームの501号室。スマホの QR コードがね、鍵なんです。安心ですけど難しいですね、使い方が。まあとにかく便利な時代ですね。お部屋はツインルームにソファーベッドが2つなんで、4人部屋っていうことですね。水回りはトイレに洗面台。お風呂はなくてシャワールームです。大浴場があってサウナもあるそうなんで十分なんですけど、浴槽もちょっと欲しいなと思いました。東京湾フェリーの浜湯、200メーター超えの大きな船なんですけど、以前乗った商船三井フェリーのサンフラワーと比べると、長さも総トン数も大きいんですよ。なのに乗船定員、サンフラワーが590人に対して浜湯が268人。乗船車両台数がトラックはどちらも同じなんですが、サンフラワーは146台に対し浜湯は30台。なんでなんでしょう。レストランのメニューはね、モニターのタッチパネル。便利な時代ですね。パブリックスペースには USB のポートにコンセントがたくさんありました。大人数で乗船するときはこんなお部屋も楽しそうですよね。みんなで来て泊まってみたいです。
選手にはフォワードサロンがありまして、朝8時オープンとのことです。階段で上の階に向かいます。6階には大浴場、女風呂に男風呂、真ん中は何かなと近づいてみますと、スクリーンルーム、星空、映画とプラネタリウムを見ることができるようです。船内プラプラしてたら出航の時間、11時55分横須賀に向けて出航です。この後船内もうちょっとプラプラして、今日遅いんですよね時間が、部屋に戻って明日に備えようと思います。私にとっては夢の中の時間、おやすみなさい。寝た時間が遅かったのだね、さすがに早起きはできませんでした。7時過ぎに起床しました。それでも朝日を見ようとデッキに向かったんですけど、デッキはね出れませんでした。8時からオープンのはずのフォワードサロンがもうね開いてたんです。ラッキーと思いまして、ここで朝ごはんの時間を30分ほどゆっくりぼーっと海を眺めながら待っていました。朝ごはんは夕べチェックしてあったので、何を食べるかはねもう決まってます。洋風プレートにご飯と味噌汁、これいいですよね、パンじゃなくてもいいんです、洋風プレートなのに。朝だというのにね、この酔っ払いじいさん、ワインをいただいてしまいました。大分県産の白ワインです。もう少しおかず食べたいなと思いながらも、我慢しましたね。健康のためにはこのぐらいがちょうどいいですよね。このコーヒーって高速のパーキングによくあるタイプですよね。コーヒーを持ってデッキに向かいました。このねコーヒー飲みながらデッキでぼーっとする時間はね最高です。最近羞恥心が減ってきたんですか、浮き輪で記念撮影を。徳島と和歌山の間あたりでまっちゃんを部屋に呼んで一杯。はい、はい、お疲れ様です。どうも。はい、ありがとうございます。うまいっす。はい、乾杯。はい、乾杯。ゆっくり飲みたいところだったんですが、10時からね、プラネタリウムを見に行くつもりでいたので、はい。じゃあねと。クッションにゴロンとなって見ていたらですね、当然眠くなりますよね。45分の上映のうち30分は寝てましたね。眠気覚ましにデッキに出ると、これがまたね気持ちいいんですよね。11時55分乗船した時、席に限りがあるということで、お昼のバーベキューを12時に予約してありました。待ちきれなくてちょっと早めに来てしまいました。とりあえず一人でビールをごくり。まっちゃんが来た時にはすぐ食べれるように焼きます。青い空、青い海のもと、船上でバーベキュー、なんて言ったらいいんでしょうね、もう言葉に表せない至福の時間です。美味しそうに焼き上がった頃、まっちゃんがやってきました。乾杯。はい、乾杯。ビールでお腹がいっぱいになっちゃいました。私が飲む担当で、まっちゃんが食べる担当。
3杯目のビールを注文しに行きました。朝からワインとチューハイ、昼には生ビールを3杯、どう考えても飲みすぎだと思います。満腹です。フェリーでのバーベキュー、これはね間違いなく癖になりますね。次回乗船した時、営業していれば間違いなくバーベキューをすると思います。まっちゃんのお腹はどうかなと様子を見に行きましたら、どうやら満腹のようです。この後眠くてお昼寝したいとこだったんですが、寝たらきっとだるくなっちゃうと思って大浴場に向かいました。フェリーで大浴場に入るのは2度目。新日本海フェリーで1回入ったんですけど、この浜湯さんにはサウナがあるんですよね。私は5階のお部屋で、まっちゃんは6階のお部屋。大浴場に近くてまっちゃんいいなと思いながら進んでいきました。残念ながらですね、今回まっちゃんとの裸の付き合いはお預けになりました。中に入ってね、体重計があったんです。乗りますよね。乗ったらですね、体重を見てショック。サウナにも入ったんですけど、300グラムしか減りませんでした。酔いが回ってお昼寝しようと思ったんですけど、ということでスクリーンルームにやってきました。何度も見てるんですけど、バックトゥーザフューチャー懐かしいですね。映画鑑賞タイムではなくてですね、お昼寝タイムになっちゃいました。フェリーの上からの夕日はまたね、これもまたね、ほんといいですよね。こちらは4階にあるパブリックレストルーム、コインランドリーがあるんです。洗濯を待ちながらコーヒーブレイク、こういうまったりした時間ももうたまらない。この後ね、3時間ほど寝ちゃったんですけど、飲んで寝ての繰り返し、太るわけですよね。午後8時半には横須賀の港に入ってきました。横須賀の夜景も綺麗でしたね。今回でフェリーの乗船は6回目かな。次のフェリーはどこに乗るのかな、ほんと楽しみなんですけど、フェリー乗船も癖になっています。今回の乗船は本当に充実した時間を過ごせたかなって思いました。最も寝てる時間が一番長かったことは長かったんですけどね。ゴーゴーまっちゃんと一緒に乗船しました。フォワードサロンでまったり過ごした後は、朝ごはんでワインを飲んじゃいました。お部屋ではまっちゃんと酒盛り、プラネタリウムを鑑賞、半分以上寝てましたけど、お昼はまっちゃんとバーベキュー、お昼ご飯の後は映画鑑賞というお昼寝、船上から富士山も見えました。やっぱりフェリーは一人で乗船するより誰かと一緒に乗船すると楽しいですね。まっちゃんとの別れを惜しんだ後、これから向かうのは横須賀駅前のセントラルホテル横須賀さん。今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。今年に入りましてね、サックス始めました。旅の動画と合わせてサックスの動画もアップしていこうと思います。それではこれからもよろしくお願いいたします。次回もお楽しみに。